県内最多46万人の有権者がいる福岡2区。毎年人口の1割が入れ替わり、無党派層が多いのも特徴です。選挙区は福岡市の中央区と城南区、南区の一部です。九州最大の繁華街天神では、福岡市の再開発促進事業天神ビッグバンで大型ビルを次々に建設中。市内の商業地、住宅地の平均価格は2割から3割上昇。また福岡市中央区の人口は前回の衆院選の時と比べ2万人以上増えています。新しいビル、そして建設工事中のビル、確かにここに来ると急速に都市化が進んでいるのが分かります。福岡2区の有権者はこの動きをどう感じているのでしょうか。ビッグバンとかすごい一部のところではいいんですけど、都市がにぎわっているというふうに思うのか、もうここしか働くとこがないから一点に集中してるかのどっちかじゃないですかね。駐車場が少ないのもありますね。マンションとかに変わって結構駐車場探すの大変なんです、ね、ああそうですか。電車とか通勤時間はかなり混雑するので、どうしてもベビーカーだと難しいので、その時間はもう避けるようにはしてます、ね、趣味の教室に通ってるんですけれども、やっぱり時間帯によってはぎゅうぎゅう詰めで、ちょっと苦労していることがありますね。そうです、はい、参政党の新人黒石優子氏は今も会社員として働く32歳。今回の福岡の選挙区では最年少の候補者となります。一つ目が日本のこの大切な国土を守るということ、二つ目が日本の食と健康を守るということ、3つ目が教育ですね。日本のアイデンティティを守り抜くという、この3つを大きく掲げていきます。今回は夫の黒石龍太氏も長崎1区から立候補。参政党は九州の比例区で初の議席獲得を目指します。都市化の対策っていうのはどういうふうに考えられていますか。まずは交通網は整える、自社出勤であったり、あとはリモートワークを増やすであったり、そういったところで緩和されるのではないかなと思ってます。立憲民主党の前職稲富修二氏は4期目への挑戦。朝の辻たちは16年間続けていて、その様子を SNS でも発信。2009年以来の小選挙区での当選を目指します。都市化対策として訴えるのは一人暮らし世帯への対策です。経済的に言うと賃貸の場合は非常にその家賃の負担っていうのが一人では大きいので、家賃支援制度っていうのを導入したいというふうに思っています。毎週日曜日は大濠公園をランニング。これ走ってる時は何を考えてるんですか。走ってる時は、走ってる時は何も考えて無になって気持ちいいですよね。都市化が進む今だからこそ、都会にオアシスが必要だと訴えます。都市化と要するに緑、緑化っていうのは相反するものじゃなくて、十二分に両立できるし、福岡は特にそれができると。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。自民党前職で5期目を目指す鬼木誠氏、防衛副大臣は4期目に入り、石破内閣でも抜擢されました。初めて SNS のショート動画にも挑戦。この日は趣味の書を披露しながら自身の思いをアピールしていました。国のために頑張れるかどうかはまさにこの一線にありという思いでこの書にしたためています。何点ですか、敵は。75点じゃあちょっと75点高さ都市化対策の実績としてアピールするのが、福岡市城南区の中村大学前交差点付近の渋滞緩和です。あそこがもう F から六本松まで車がつながる大渋滞が起こってたのをですね、直進車線を作ることによって、車が一気に流れるようになったという。通
次やろうと思っているのはのための交差点。鬼木誠防衛副大臣を落選させ、私が当選したいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。現在の自民党政権に異議を唱えるのは、無所属新人の沖園理恵氏。既存政党以外の選択肢として支持を訴え、物価高対策として食料品の消費税ゼロを掲げます。都市化対策については、経済格差が広がっているということを強く考えました。まずは子どもたちの教育費を少しでも負担がないようにしてあげる、学校給食費の無償化、そして、高校生大学生の奨学金を全部給付型にする。共産党新人の松尾律子氏、最低賃金1500円の実現や教育の無償化を公約に掲げます。今このように生活が苦しくなったのは、財界大企業言いなりの政治を行ってきたことが大きな原因です。一方、福岡市議を務めていた時から懸念しているのが、都市化による急速な地価の上昇です。昔から住んでらっしゃった方が本当に今固定資産税高すぎて払えないということで、まあ、土地を売らざるを得ない、そしてまたそこにマンション建てる開発が進むということで、だからますます人が住みにくくなってるっていうのが、誰でもが使いやすい、そういった施設を作る。公認会計士で日本維新の会の新人本地幸宏氏、柱に据えるのは地方創生や規制緩和です。成長する地方を国全体で支える、成長のために邪魔になる規制を速やかに排除する、そう地方を成長させる、そういう理念を持った政府、政治がこれからの日本を作っていく。都市化対策としては交通インフラの整備を訴えます。南区の南の方とか城南区の南の方はまだその人が入る余地があって、そこからやっぱり中心部へ向かうってなった時に、やっぱ交通手段がバスないし車しかない、そういうところの交通整備はもっとやっていくべきだと思います。激戦必至の福岡2区、有権者の心をつかむのはどの候補でしょうか。Thank you.